青コーナーよりプロレスファンタジープロムナード選手入場。まさに大変身、生まれ変わりました。この男、自信満々の入場シーンだ。赤コーナーより皇帝選手、選手入場。頑張れガンガン行け。 G1 クライマックス公式戦武闘30分一本勝負を行います。武闘青コーナーエリートレスラー武闘武闘頑張れ。赤コーナーオリジナルレスラー。レフリーレッドシューズ運の頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に振り返して、あっと逆さ釣りにしてまいります。ラリアット強烈掴んだ。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。掴みます、エルボー抱えます。強烈パワーパン、あっとエルボー、腕を取ります。意地を打ち込んでまいります。あっと逆に捉えた、パンチで返します。組みに行きます、逆に倒します。腰を落とします。
バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れました。行くのか、逆に返します。アキレス腱固めに移行します。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。いや素晴らしい動きですね。そうですね、運動神経が素晴らしいですね。はい、掴んだ、キックで返します。ロックアップ。さあ粘着質激しいこのサブミッション、いかがですか。そうですね、スタミナオーバーにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。膝を殺してまいります。アキレス腱が頭に入ります。掴みます。させません。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ、スタミナを奪うには効果的ですよね。返してまいります。相手を挑発してまいります。組み合います。逆に振り返した。こういう習得心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。足を抱えます。パンチで返します。こめかみのあたりを狙ってまいります。バックに回り、あと返します。腰を落とします。打たせません。掴みます。足を狙ってまいります。足を取ります。ゲラを作る。足攻めに転じます。足を戻してまいります。起こします。ブロックします。このポーズです。ガードします。エルボードロップ。掴んだ、させません。パンチを打ち込んでまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。引き起こします。ドラゴンスクリュー、膝をねじった。スタンディングを取らせます。パンチで返します。顔面を捉えます。顔面が歪みます。ブロックします。ピンポイント、膝、エルボーで切り返す。あー、いいの入りましたよ。記憶が飛んだか。このポーズ、場外に降りる。ガチッと組み合った。お気をつけください。ものすごい電車道、抱き起こす、小脇に抱えた、後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ、リングに戻ります。リングに戻ります。10ミニッツパー起こした。
青コーナーより選手入場。より鉄人、その魂を熱く燃やし、選手入場。
ガンガン行け行け。 G1 クライマックス公式戦香ばしい30分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーエリートレスラー、頑張れ。香ばしい。赤コーナーガンガン行け。エリートレスラー、香ばしい。香ばしい。レフリーレッドシューズ運動、頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕を取ります。させません。チョップがうなってまいります。ロックアップ、コーナーに振って、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。ハンマーを振りかざします。逆に返します。フロントからのキック、キックを打っていきます。掴みます。汗がミストとなって飛び散ります。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。行くのか。ボディスラムで叩きつけます。さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。ロープに振った。膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え、再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼、早くもバーニング。蹴ってまいります。逆水平を打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。組に行きます。ボディスラム、エルボー、抱えます。あっと、ショルダータックルで倒します。エルボーでブロック。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。高周波数の音が館内に響きます。組み合います。ロープに飛ばした。あっと、顔から落とします。腰を落として逆片指固めの体勢です。腰を落とします。
あっと、リバースで返してまいります。カウント2で返します。乾いた音が館内に響きます。逆に投げてまいります。引き起こします。リング上はコブラツイストの体勢、ロープブレイクです。チョップであります。腰を落とします。耐えます。掴んだ、キックで返します。組みに行きます。巻き投げで切り返します。足を狙ってまいります。掴みます。させません。組み合います。コーナーに振った、スピアーが突き刺さった。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ロックアップ、巻き投げで切り返します。逆エビ固めに移行してまいります。抱えます。ハンマーを打ち込んでいきます。腕を回します。ブレーンバスターから前に落とします。起こしてまいります。空中戦を狙いそうだ。トップロックから飛んでいった。スリーパーガッチリ入った。首根っこをつかんだ。あっと逆にキック、腕をフックした。あっと外した。10分経過、10ミニッパー、かわず落とし、抱き起こす。ドラゴン行くのか。これ危ないですよ。脳天粉砕か。引き起こす。チョップ首筋、腕を取った。これは対空式、起こした。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。引っこ抜きか、ハンマーを振りかざす。ハーフネルソン首から突き刺さった。立たせていく。ハーフネルソン投げっぱなし。掴んだ。おっと腕を決めていった。バックに回った。背後を取り返す。おっとうまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク、キック、腕をフックした。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。蹴り上げていく、逆水平。ちょっと危ない状況ですよ。意識朦朧か。カバーした。どっから来るんですか、この力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。逆に振り返した。
ハンマーを落としていく。ネックアンドアームブリッジががっちりと入った。抱えた DDT 脳天引き起こす。15分経過。エルボーで返す。15 minutes passed。ハーフネルソンの体勢。ハーフネルソン投げ捨て。腕を回した。おっと、対空時間が長い。握った。ブレンバスター行くのか。首から落ちましたよ。首が悲鳴を上げた。いけるか。あっと返した。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。直下式ブレンバスター、前頭葉は砕け散った。腕をフックした。させません。気合を入れた。担ぐか。青コーナーより選手入場。全てがメジャー級のこの男がド派手に入場してまいります。赤コーナーより赤月入場。さあ、心のシグナルは青に変わりました。入場してまいります。
け、ガンガンいけ。 G1 クライマックス公式戦、頑張れ。30分一本勝負を行います。いけ。青コーナー、エリットレスラー。コーナー、203cm、 210kg、 頑張れ。あかつき、頑張れ。レフリー、レッドシューズ運の、頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組に行きます。ハンマースルーをさせない。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。ストンピングです。ブロックします。強烈に打ち込みます。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。ボディスラムです。返してまいります。顔面を狙ってまいります。グーを打ち込みます。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて引き返すに戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。抱えます。逆に投げてまいります。鋭いパンチ&キックといった打撃に関してはスペシャリストであります。この男、その一発 KO の可能性のある一連の打撃攻撃はまさに脅威の的であります。さあ、今宵も打撃の嵐が吹き荒れるのでありましょうか。ガードします。ラリアット、ラリアット強烈。パンチで返します。腰を落とします。リバースで返します。肩が上がります。パンチを打ち込んでまいります。ラリアット至近距離、マウントポジションからナックルを打ち込む。あっと、パンチであります。ブレンバスターで切り返します。ナックルを打ち込んでまいります。逆に返します。抱えます。高角度のサムライパン、ラフ殺法に転じます。ロックアップ、切り返します。エルボーを入れていきます。腰を落とします。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。あっと、ストマックのあたり、膝頭を入れていく。ストンピング、ストンピングを叩き込む。
抱えた。あっと、逆に投げていった。あっと、逆に切り返した。ガチッと組み合った。正面から投げていった。ストンピング強烈。ストンピング抜くのか。ハンマーを落としていく。首根っこをつかんだ。あっと返した。重いですね一発が。逆に返した。奥歯を噛みしめた。ハンマー気味のパンチ。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。ストンピング強烈。引っこ抜きか。リバースで返した。肉体を躍動させる。あっと逆に捉えた。あっと逆にパンチ。あっとスピア。気合を入れた。小股に挟んだ。高い打点からサムライボル。あっとジャブ。ストンピングを叩き込む。ストンピング強烈。腕をフックした。そのまま叩きつけていった。ストンピング、ストンピングを叩き込む。引っこ抜きか。ハンマーパンチ強烈。抜くのか。おっと外した。10分ブレンバスター行くのか。10ミニッツパン。これは決め取れないですよ。デインジャレス直下式。タックルぶちかわし。エルボードロップ強烈。小股に挟んだ。ハンマーを振りかざす。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。ストンピング、ストンピングを叩き込む。腕を回した。あっと垂直落下式のブレインバスター。ストンピング強烈。ストンピング強烈。ガードした。アップデンジャラスなパンチ。ストンピング、ストンピングを叩き込む。ブレンバスター行くのか。超過スキップレインバスター。前頭葉は砕け散った。ストンピング強烈。ストンピングを叩き込む。エルボーを入れていく。組み合った。場外に落とした。場外に移行した。ものすごい電車道。エルボー強烈。奥歯を噛みしめた。ハンマーを振りかざす。させません。リングに戻ります。奥歯を噛みしめた。打たせない。ジャブを打っていく。いけるか。おっとそのまま後ろに落としていった。引き起こす。スピア強烈。全体重を乗せたエルボー。あっと返していった。ショルダータックル。なぎ倒し。ストンピング、ストン
の強烈、場外に降りる。15分経過。 15 minutes passed。 駒谷挟んだハイアングルのパワーパン、カウント青コーナーより選手入場。さあビルドアップしています。この男堂々と入ってまいりました。赤コーナーより選手入場。ガンガン行け！ケンタ！ G1 クライマックス公式戦、ケンタくん！30分一本勝負を行います。頑張れ！青コーナーエディットレスラー！頑張れ！頑張れ！頑張れ！赤コーナーエディットレスラー！レフリー、レッドシューズ運の。ケンタくん。
運命の金が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。そのままプレスしてまいります。腰を起こします。強烈に締め上げてまいります。ロープに逃れました。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ランニングしたらエルボー掴みます。エルボーをかち上げます。鋭いキックです。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。足を狙ってまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、あっと、ここで試合を止めた。青コーナーより天下統一ゼロワン道中記選手入場。入場してまいりました。赤コーナーより破壊王選手入場。橋本 G1 クライマックス公式戦、岡沢ら30分一本勝負を行います。橋本、青コーナーエリートレスラー、岡沢ら、岡沢ら、岡沢ら、赤コーナーエリートレス
橋本レフリーレッドシューズ運動ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいけませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。おっと逆に捉えた。足を殺してまいります。膝蹴りで打ってまいります。腕をフックします。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。行くのか。ロープに飛ばした。脇固めに移行してまいります。膝へのキックです。腕を回します。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。組みに行きます。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。逆に返します。ロックアップ、バックを取ります。円錐を狙います。ローを打ってまいります。組み合います。逆に倒します。この辺りのグラウンド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。アキレス腱固めに移行します。ロープにブレイクしました。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ、スタミナを奪うには効果的ですよね。ボディースラム、ストンピングです。三角締めで締め上げてまいります。ロープブレイクです。ブロックします。気合を入れてまいります。小脇に抱えます。ハンマーが襲ってまいります。組みに行きます。切り返します。行くのか。あっと返します。ロックアップ、返してまいります。組み合います。逆に返します。ガードします。組み合います。フロントから投げてまいります。かかとを落とします。キャッチした。ローを打ち込みます。ロックアップ、切り返します。掴んだ、パンチで返します。このポーズです。首筋へのチョップです。ローキック、ブロックします。ローを打ち込みます。
ロープに振って、ストバックに突き刺さります。バックに回ります。まだ序盤ですからね、こういう技は読まれやすいですよね。そうは問屋は下ろしませんね。あっと、そのまま倒します。スタンディングを取らせます。もう打って戻ります。組に行きます。ボディースラムで投げてまいります。引き起こします。手下切りチョップであります。掴みます。強烈に打ち込みます。掴みます。あっと、パンチのラッシュ、カウントが入ります。ロープに逃れました。どてっぱらに蹴りを見舞います。ハイキック速攻部、このポーズです。ガードします。組に行きます。あと返します。ブロックします。掴んだ。小気味のいいコンビネーションだ。ストー腹でジョップだ。ガチッと組み合った。あと逆に返した。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちになってますよ。はい、10ミニッツ。膝を突き上げていった。抱えた。DDT 前頭葉から突き刺さった。掴んだ。蹴りをぶち込む。抱き起こす。ブレインバスターで叩きつける。ドロップキックが突き刺さる。立たせていく。ブレーンバスター行くのか。ブレーンバスターで投げつける。引き起こす。いけるか。ロープに飛ばした。止め止めに入りましたよ。猛髄に響いたか。起こした。そのまま叩きつけていった。ハイキック、起こした。頭を掴んで、あっと逆にキック。腕をフックした。ジャンピングしてろ DDT。 さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。組み合った。コーナーに振って、トップロープから流れ落としていった。抱き起こす。ブレーンバスターで投げつける。立たせていく。